北海道大学。北海道大学は、日本初の学士授与機関として1876年、明治9年に設立された札幌農学校を、前身とする総合大学である。フロンティア精神、実学の重視、全人教育、国際性の寛容などが、見学理念であり、現在も、基本理念として掲げられている。札幌農学校初代教頭。 事実上の校長であるウィリアム・スミス・クラーク、米国マサチューセッツ農家大学前学長が、米国帰国にあたり札幌近くの島松、エニ庭市で、馬上から叫んだという、オスビー・アンビシャス、少年よ、大使を抱けは、現在でも北海道大学のモットーとして、受け継がれている。クラークは、札幌農学校の開校式において、ラフティ・アンビション、高媒なる大使との言葉を発しており、 開校及び帰国に際していずれも大使との語を使っていることから、その信念が一貫していたことがわかる。また、クラークが説いたキリスト教精神により、管理学校にもかかわらず学生の間でイエスを信ずる者の制約が行われ、内村肝蔵などのクリスチャンを生んだ。彼らは札幌バンドと呼ばれ、日本におけるプロテスタントの先駆者として活躍した。 キリスト教に関しては後に衰退していくが、伊藤和孝や内村勘蔵らが引き継いでいくこととなった。現在でも北海道大学の校歌の旋律は、キリスト教の賛美歌と同一である、と、国立大学でありながら、キリスト教の文化が残る一面も見受けられる。このような札幌農学校の精神が、道大の基本理念に引き継がれている。 男女共同参画社会基本法に基づくポジティブアクションに取り組んでおり、全研究者の中の女性研究者比率が二千二十年までに二十パーセントになるよう努めるとする数値目標を掲げ推進している。北東アジア地域との連携を重視しており、大韓民国、台湾、中華人民共和国などの大学とも相互協定を結んでいることだけではなく、二千五年四月十二日に、 連携協力協定を締結した青年海外協力隊 JICA へも定期的に隊員を送り出し、また研修員を受け入れている。これは同大学の見学の精神にも謳われている国際性豊かな若者を育成することを重視しているためである。札幌農学校の源流は1872年、明治5年設立の開拓しかり学校、東京府、芝及び同校が 北海道札幌郡に1875年、明治8年に移転、改称した札幌学校であるが、大学全体としては、学生、明治5年大上官布告第214号の規定に基づく学士の称号の授与権限が付与された1876年を、北海道大学の創立、はじめはじめ年としている。札幌の学校は千九百七年、明治四十年に、 東北帝国大学農家大学、北海道札幌区となり、さらに1918年、大正7年に設立された北海道帝国大学、北海道札幌区に移管され、北海道帝国大学農家大学堂となった。東北帝国大学の本部、宮城県仙台市及び理科大学堂が実際に設置されたのは1911年で、あることから、それまでの間は、 東北帝国大学という名称でありながら札幌のみ運営されていたことになる。北海道帝国大学は1947年昭和22年に北海道大学北海道札幌市へと改組され2004年平成16年に国立大学法人北海道大学同となった。北海道大学は国立大学としては最多の12学部 19大学院を設置し、大学の総敷地面積としては、国内最大の規模、660平方キロメートルであり、全国の大学が所有する、土地面積の4割以上を有する。交渉は、キャンパス内に自生する、大花の園でう。ユリカトリリウム属の多年草を図案化したもの。1950年、昭和25年の公募による、入選作を、 はじめもと120周年を機に修正を加え、1996年、平成8年9月にシンボルマークとして決定された。なお、期限については、恵み進む量のシンボルマークから8小節と、ラグビー部のシンボルマークから8小節がある。従来より、北大の緑豊かなキャンパスを表すグリーンが、スクールカラーとして、慣例的に使用されていたが、2009年、 平成21年9月の広報室会議、室長、総長において、詳細な色指定をもって、正式にスクールカラーとして定められた。プロセスカラーはシアン80%、マゼンタ10%、イエロー100%、ブラック30%。2009年、平成21年7月に実施したロゴタイプオンライン投票の結果を参考に、 同年9月の広報室会議において定められた。効果は永遠の孔、とこしえのサッチと題し、札幌の学校時代に作られた。作詞者は有島武雄。米国人作曲家ジョージ・フルートが1863年に作ったトランプ、トランプ、トランプが原曲。この曲はアメリカ合衆国が南北戦争の時代に北軍の行進曲として歌われ。 南軍でも歌われていた。また、歌詞を変えて、アイルランドでも流行した。南北戦争後、米国の各大学でも学生家に用いられていたものを、農書ベンジローが選曲したと言われている。旧制の国立学校校歌としては、得意な成り立ちである。歌詞は、大和田武樹が校悦したため、作詞者の欄に有島と共に併記されることもある。有島が作詞をしたのは1900年。 明治33年頃であり、1900年、明治33年に行われた創立25周年、記念祝賀会で歌われたとする資料がある。当時有島は、農学校の学生であったため、現在でも、高果作詞者を記すときには、有島武雄君作家というように君付けで表記されることが多い。原曲のトランプ、トランプ、トランプは、キリスト教の賛美歌にも使われ、 日本においては、日本福音連盟、新生化、2001年版の186番、旧世軍化、1997年版の108番などに、その例が見られ、トランプ、トランプ、トランプを原曲とする曲としては、同志社大学の応援歌、若草萌えてや、同様の、船乗りの夢、アイルランド純国歌、神よアイルランドを守りたまえも該当する。 北海道大学には、現在も宮弥生、宮古ぞい、宮古ぞいをはじめとする寮歌が歌い継がれている。大学の公式の寮である、めぐみ進む寮では、今も年に一曲ずつ寮歌が作成されている。学校の花は大花の園そうで、交渉のモチーフとなっている。21世紀 COE プログラムの採択数は12件だった。グローバル COE プログラムの採択数は7件で、 北海道大学では、ほとんどのサークルが常設の物質というものを与えられていない。このため、校内各所に設けられた会議室、サークル会館等の部屋を時間指定で借りて活動を行う。常設の物質がないため、備品も同じく各所に設けられたロッカー等に保管される。文化系団体のよさこい相談北海道大学、園は、 よさこい騒乱祭りに北海道大学園として出場。2年連続で準よさこい騒乱大賞を受賞。演舞の途中で男性陣が赤いふんどしになる。毎年6月上旬に北18条ロータリー高等教育推進機構前から農学部前までのメインストリートを使った北大祭が盛大に開催される。北大祭とは 期間中に開催される各祭りの集合体であり、主に学部、学科、ゼミを中心とする学部祭、例、獣医学部祭、留学生を中心とする IF、インターナショナル不動フェスティバル、一年生やサークルを中心とする二礼例祭、湯祭などによって構成されている。北大祭は非祝日にかけて行われるため訪れる観光客や市民も多い。 このほか10月から11月にかけては、恵み進む両祭も行われる。大学内では、通称、エルムの森とも呼ばれ、札幌市中心部に所在している。敷地面積は177万メートル。キャンパス内は、南北約1.5キロメートルのメインストリートの左右に各施設が並ぶ配置。キャンパスのすぐ東を南北に伸びる。 札幌市営地下鉄南北線の札幌駅付近から北12条駅を抜け北18条駅を過ぎるあたりまでキャンパスが広がっている。付属農場の部分も加えるとその北端は北24条駅のあたりにまで達する。目的の施設、学部、研究科などによって最寄り駅は大きく異なる。また札幌キャンパスの多くの施設では住所に番及び 号が付与されていない全国的にも珍しい住所表記となっている。札幌キャンパスでは通行車両を必要最小限に抑えるため車両通行規制が施行されており、観光、通り抜け、通学目的の車両入港禁止、最高速度時速2 5トルなどの規制が敷かれている。キャンパスの西側、石山通、総園地区と東側、北大通、 地下鉄南北線沿線の往来は不便であったが、2001年、平成13年に、キャンパスの北部を東西に貫く、地下道路トンネル、環状通エルムトンネルが開通したことにより従来より、利便性が向上した。正門を入って、北側の大学事務局、本部は、旧西北海道帝国大学予科学校舎として、使用していた建物。西に進むと、広い芝生の、 中央ローンがある。中央ローンを流れる小川は、作詞ことに川で、現在は人工の川であるが、かつては酒も遡上した天然河川であった。中央ローンの北には、旧聖東北帝国大学農家大学以来の木造の教室である小垣年講堂が残り、西には同じく明治建築の旧昆虫学及び養産学教室と、旧札幌の学校図書館読書室。 初古、南には、クラーク像、その西には、時計塔がある、農学部本館と、北大の象徴が集まっている。メインストリート南端にある、クラーク会館は、国立大学発の学生会館である。旧昆虫学及び洋産学教室の北の広場は、エルムの森と呼ばれ、その北に総合博物館がある。絵葉書などで有名なポプラ並木は、メインストリートから、 理学部と工学部の間を西側に入った農場近くにあり、約300メートルの並木が続く。かねてより倒木の危険性があり、立ち入りは禁止されていたが、2004年、平成16年9月の台風の影響で51本のうち27本が倒壊してしまった。その後、再生を目指して、若木の植樹を行うなどして整備し、80メートルほどまで散策可能となった。 理学部敷地内の旧理学部本館は1999年、平成11年から北海道大学総合博物館となり、農学部など学内各学部に分散して管理されていた明治時代以来の各種学術資料の集中的な管理体制が構築さつつある。札幌キャンパスは国指定重要文化財、登録有形文化財が複数登録されており、 札幌市を代表する観光スポットの一つとして、毎年多くの観光客が訪れている。キャンパス北地区に位置する重要文化財、北海道遺産である札幌農学校第二農場は、クラークの構想によるモデルバーン、模範家畜房を中心にした明治期の建築物であり、現存する北大の建築物の中では最古である。また、 旧高地である北一条西二丁目には、旧札幌の学校園部場、通称、札幌時計台が保存されており、キャンパス移転前の面向きが、色濃く残されている。なお、正門近くの中央ローンに、クラーク像、胸像があるが、これは、札幌市豊平区の札幌羊が丘展望台にある、丘の上のクラーク、全身像とは別物である。 キャンパスから少し離れた南側の北海道町赤レンガ庁舎隣接地に北海道大学植物園13万メートルがあり、こちらも観光客が多く訪れる。水産学部は札幌の学校水産学科として発足したが、1935年、昭和10年に函館高等水産学校として函館に独立し、1949年、 昭和24年の新生大学制度の施行に伴い、函館水産専門学校は北海道大学に包括され、農学部水産学科と合わせ水産学部となった。その経緯から現在でも水産学部のみ函館のキャンパスを使用しており、卒業式も同キャンパスで開催される。面積はおよそ8万9000メートル2006年度より、 共同研究を目的とした一部の研究室が札幌に移転、環境科学院へしている場合もあり、各学部間との協力体制も見直されてきているため、一部の学生は函館に移行した後、再び札幌に戻るケースも出てきている。また、平成23年度より総合入試が導入されたため、 従来は2年生後期に函館キャンパスに行こうとなっていたが、3年生前期からのキャンパス移行へと変更がなされている。したがって、水産学部生の中には、最短で1年間だけ函館で生活し、4年生から札幌に戻る学生もいるため、慌ただしいキャンパスライフを送ることになる学生もいる。薄火山観測所、厚岸臨海実験所、厚岸町。 静内研究牧場、静内町、生物生産研究農場余市果樹園、余市町、東野林港実験所、各研究林など、北海道内に20施設、パラダイスヒュッテ、1926年に建てられた日本初のスキーヒュッテ、老朽化により倒壊後、1994年、山スキーブオービー会により、再建、ヘルベチアヒュッテ、ムイネ小屋などの山小屋もある。 水産学部は1300トン級の練習船、オッショロマルなど、船舶数隻を所有している。また、北海道以外にも和歌山県小佐川町に約429万メートルの研究林、東京都千代田区丸の内にある、サピアタワー内、東京都港区の新高縄プリンスホテルから2007年3月に移転に東京オフィスをつ。また、日本国外にも、韓国の首都ソウル、 フィンランドの首都ヘルシンキ、アフリカ大陸にあるザンビアの首都ルサカの各地にオフィスも所有する。大学公式の寮として、札幌キャンパスの大学敷地内に、学部学生の男子及び女子と、男子大学院生、外国人男子留学生を対象とした、めぐみ進む寮、軽適寮がある。また札幌キャンパスには、女子学生対象の下生寮、創生寮と、 北大インターナショナルハウス北23条2号棟がある。函館キャンパスの水産学部、水産科学院生の男子及び女子を対象とした北アシ寮、北新寮がある。年は締結時期を示す。北海道大学では18カ国48校の大学と大学間の留学協定を結んでいる。また海外に八カ所のオフィスを設け、留学希望者に対する情報を提供と、 具体的な手続きのサポートを行う。インバウンドの留学希望者向けの広報と手続きの支援を行う事務所を韓国、ソウル、中国、北京、フィンランド、ヘルシンキ、ザンビア共和国、ルサカに置く。これらと並行して、リエゾンオフィスという連絡先を現地の大学校内に設けているのは2017年、平成29年5月より、タイ。 カセサート大学カンペンセンキャンパス、農学研究院等内、2017年、平成29年6月より、インドネシア、ダルマガキャンパス内、2018年、平成30年3月より、フィリピン、フィリピン大学リリマンコ及および中国、中国科学院大学内である。学生交流協定を結ぶ海外の大学等174機関、約47カ国、地域とは、 本学の学生が誰でも志望できる大学間協定大学と当該の部局の学生に限定される部局間協定大学からなっている。外国人留学生数は2015年、平成27年5月1日時点で1570人を数え、うち795人は女性である。内訳を見ると男女合計に占める女性の数は、 学部学生107人42人、大学院生のうち修士課程は471人268人、専門職学位は14人9人、博士課程は580人245人であった。かつて、付属学校として、北海道大学工業教員養成所という3年生の各種学校が存在した。現在は閉鎖されている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。